フェネンナ・クヤフスカは、ハンガリー王アンドラーシュ3世の日。イノブロツワフコジェモミスーの娘、母は、ポモジェノ・ルビシェボ、公家サンボル2世の娘サロメア。フェネンナはハンガリー語の資料のほか、聖ヤドビガのケイトーズとヤンドゥゴシュの年代記という2つの、ポーランド語資料の中に登場している。ケイトーズは、ジェモミスー公の名称不明の娘が、ハンガリー王と結婚したとしている。 この情報をもとに、ヤン・ドゥ・ゴシュは、彼女が、イシュ・トバーン・ゴ世と結婚したと主張した。ドゥ・ゴシュの情報の誤りは19世紀までの、歴史研究の結果、アンドラーシュ3世の日であると訂正された。フェネンナが、ハンガリー宮廷で重要な役割を果たすことは、なかったが、ハンガリー王妃としての彼女の存在は、夫・アンドラーシュ3世と父方の叔父ぶはディス・ワフ1世・一ッ タンク王との同盟関係を強化し、実家くやビクゲの親族たちが、ライバル関係にあったボーヘミア王バーツラフ2世に、対して優位に立つことにつながった。アンドラーシュ3世の死後間もなく、国王夫妻の一人娘エルジェベとは、ハンガリー王位を要求する、バーツラフ3世と一時婚約していた。フェネンナの両親は、聖やドビガの系統図から判明している。 両親の結婚は1268年の上半期頃のことであった。もし彼女が公爵夫妻の長子であれば、彼女は同年の暮れ頃に生まれたことになる。フェネンナが結婚したのは1290年であり、教会法によれば結婚可能な年齢とされているのは12歳以上である。しかしその2年後の1292年に、フェネンナは一人娘を出産しており、 この時最低でも15歳程度だったと思われることから彼女の出産時期を勘案すると出生は1268年から1277年の間だったと考えられる。ジェモミス公の子供たちのうちフェネンナは長女エウフェミアとレシェクトの間に挟まれた第二子だったとされる。フェネンナという名前は聖書から取られており予言者 サムエルの父エルカナの二人の妻の一方にちなむ。この珍しい名前はポーランドでも滅多に名付けられることがなく、ピアスト家の女性たちの中でも彼女一人である。聖ヤドビガの系統図は、フェネンナがハンガリー王と婚約したと記している。ヤンドゥゴシュは、このハンガリー王とは、イシュトバーン五世だと主張した。この推定は、何の論拠もなく、明らかな間違いだったが、 18世紀まで事実だと信じられていた。彼女の本当の夫はアンドラーシュ3世で、このことはハンガリー語史料の豊富な記述から確定している。1290年から1295年までハンガリー王妃として君臨していた間、フェネンナはいくつかの文書にも署名しており、いずれもフェナナ、フェナナ、F とサインはなされている。 遺品である1291年の因児も王妃、フェネンナがジェモミスーの娘だったことを証明している。この結婚のおかげで、再統合の進むポーランド、王国は、ハンガリー王との親しい関係を築くことができた。1290年7月、アンドラーシュ3世は、ハンガリー王に即位した。アンドラーシュ3世の最初の決定の一つが、 ポーランドの実力者であったクヤビのブワディスワフ一世タンクコートの同盟締結であった。同盟のための交渉は9月に始まり、遅くとも10月9日にはクヤビの皇女が王の花嫁としてハンガリーに到着した。1290年から3つの資料の中でハンガリー王妃としてのフェネンナの名前が登場する。そのうち日付が書かれているのは一つだけで11月24日と、 なっている。このことから、アンドラーシュ3世とフェネンナとの結婚式が9月から11月下旬の間に取り行われたことがわかる。おそらく結婚式を終えてすぐ、フェネンナは、ハンガリー王妃として退官したのだろう。この縁組は、ポーランド王位獲得の野心を実現させるため、同盟者を探していた父方のおじブワディスワフ一世の主導で進められた。 ハンガリーとクヤビ公国との同盟関係は、両者にとって有益なものであった。クヤビの諸公たちは、アンドラーシュ三世が、ハンガリー王位請求者、カルロ・マルテロ男女との内戦において、敵を倒すのを支援していた。その見返りにハンガリーは、ブワディスワフ一世が、ボヘミア王・バーツラフ二世、グーグフ公ヘンリク三世といったライバルたちと戦う。際食料面。 軍事面で彼を支援している。1293年からは、アンドラーシュ3世が、クヤビ諸公に送っていた文書が、ハンガリー貴族たちに公開された。例えば、ブワディスワフ1世がプレンドチンの戦いで、勝利できるよう、パールとセラフィラという、ハンガリー人騎士を送り込む、といったことなどが書かれている。百九十七年には、ブワディスワフタンク公が、ハンガリー人の支援を受けて、 ビエル・コポルスカとシロンスクに遠征したことが分かっている。現存する同時代の資料では、裏若いフェネンナ自身が、ハンガリー宮廷で大きな役割を果たすことはなかったようである。しかしフェネンナの存在は、彼女の夫とおじとの同盟を支えるカスガとなっていた。資料は、フェネンナの死について多くを語らない。このため王妃の死は、アンドラーシュ3世が、 オーストリアの皇女アグネスとの再婚について、オーストリア宮廷と交渉をしていた事実から判明するのみである。確認できる、ほぼすべての資料が、アンドラーシュ三世とアグネスとの結婚の日付を1296年5月1日としている。ただし、1296年という年は一致しているが、細かい月日に関しては資料によってかなり開きがある。 ハンガリー王妃の署名に関する問題が日付の混乱をさらに招いている。フェネンナによる最後の王妃署名が1295年9月8日であるのに対し、アグネスの最初の王妃署名は1295年5月1日なのである。アンドラーシュ3世とオーストリアの皇女との結婚は1296年であるため、おそらくアグネスによる署名が 不正確に一年繰り上げられてされたのだろう。ハンガリー王の再婚が1296年だったという事実は現在ほぼ確実とされており、王は最初の妻の死に短期間もに服した後、再婚の縁談を進めたと思われる。このため、フェネンナの死亡年は1295年だと考えられるのである。フェネンナの死後、アンドラーシュ三世は、 ブワディスワフ一世の敵対者である、ボヘミア王バーツラフ二世と同盟した。アンドラーシュ三世は、友好関係の一環として、一人娘のエルジェーベトを、バーツラフ二世の長男と1298年に、婚約させた。しかし、この演談が実現することはなかった。バーツラフ三世は、代わりビオラエルジュビエタチェシンスカと結婚し、1306年に、 暗殺された時にはビオーラを離縁して、エルジェーベトを新たな日に迎えようとしていた。1301年にアンドラーシュ三世が死ぬと、エルジェーベトはオーストリアの実家に帰ったまま母、アグネスの元に引き取られ、スイスのテスにあるドミニコ会の女子修道院に入れられた。彼女はアールパード家最後の末裔として、1338年に死んだ。 ありがとうございます。